あそこで笑ってるなとか。なるほどなるほど、わかりますね。小野さんはどういった声援が力になりましたか、現役時代は。どういってもやっぱりこう応援してもらえるとすごい嬉しいですし、あとはまあポジティブな声かけですよね、っていう言ってくれるとすごい嬉しいですね。第3ゲームです。向こう側に平野、手前に中村です。平野がこのゲームを取れば平野の勝利が決まります。手前、京都の中村のサービス、フォアハンドドライブはミスになりました。中村のバックハンドドライブ、ストレートに行ったのも非常に良かったんですけどね。良かったですね。それ以上のものを持っていました平野です。やっぱ普通の選手だと決まるボールでも返ってきますから、やっぱり自分のベストのボールを3本4本って打つぐらいの気持ちでプレーしていくことが大事です。そうですね、ここは粘りのラリーを見せました中村のポイントです。決して中村のレシーバーは悪いわけではありません。平野のバックハンドの鋭さ、スピードがどんどん増してきました。今ハーフロングのサービスから3球目狙っていった感じですか。はい、現実的には悪くないと思うんですけど、思ったよりももっと回転がかかってますね。平野に持ち上げさせてそれを狙った中村ですが、中村のフォアハンドがオーバーになりました。ここもミスを誘ってスリーボールです。ボールで汗を拭う平野です。こういう一本一本ですよね、少しでもついていくことが大事です。うんうんと頷いてコートに戻ってきました。フォア前へのマックミサービス、サービスエースです。粘った平野、声を出しながらの懸命のプレーでした。ここで京都かぐやライズタイムアウトです。1回ずつお互いにタイムアウトの権利があります。1分間です。今中村に必要なことはどんなことでしょう。そうですね、中村選手だんだんサーブから3球目が入ってきてますので、そこを、短いサーブを出して、狙っていくというところですね。ジャージ姿の小林監督、すでにもう三田村コーチは腕まくり熱いですね、戦ってますね、はい、太い二の腕です今日は練習相手も務めてましたもんね。はい、人一倍動いていました。出雲選手と練習して、自分が張本選手だと思って両ハンドドライブしてました ね。仮想張本美和ということですねはい一番ドライブ打っていたかなと思いますありがとうございます。メンバーの中で、はい、はい、さあそのアドバイスを一回生かしたい中村です。タイムアウトが明けました。うん、順回転のロッキングサービス良かったんですけどね。はい、
レシーブがそれ以上に良かったですね。非常に鋭いロングサービスでしたが、さすが平野というレシーブでした。このフォアハンドです。私も卓球愛好家の一人として、格上の選手と対戦すると、なんかこう自分の最高のプレーが相手にちょうどいいボールになっちゃうということありますもんね。ありますね。ちょっと心折れますもんね、はい。そして平野選手のツッツキが非常に質が高いんですよね。なるべくこう下回転から攻められないですね。もうマクミロングサービスです。これも伸びてきました。軽い下しているようですけど、とんでもない鋭さと伸びなんでしょうね。ねえ、本当そうですね。8-3 9-3 です。開幕戦ではインターハイチャンピオンの滝谷美鈴に1ゲーム落とした平野ですが、今日は完璧なゲームを見せています。全く隙がありません。今も平野のフォアハンドドライブ、これで 10-3 マッチポイントです。木下アビエル神奈川、開幕連勝まであと1ポイントです。思い切ってフォアハンドライブに行きました。1本ずつですね、ここから。ドライブ、これで 10-5 です。グリップから攻めていった中村ですが、平野のカウンター 11-5。第3ゲームの入荷の3対0の平野が勝利。そしてこの瞬間のマッチポイント3対0、この下の田中は連勝を決めています。オドンさん、はい、第3マッチ振り返っていかがでしょう。いや本当1本目からして1本も平野選手気が抜けてなかったですよね。本当1本1本大事に積み重ねていったところがこう点差が開いた勝因かなと思います。はい、中村選手も中盤すごいいいプレーができてこうラリーになっていたんですけど、まあ、自分のこうラリーの中の 100% のボールをやっぱりこう 100% で返ってきてしまうので、そこがちょっと厳しいところだったかなと思います。木下アビエル神奈川はこれで勝ち点4を目指す戦いです。4-0での勝利で勝ち点が1プラスされ勝ち点4になります。笑顔で木原とハイタッチ。